特色ある授業科目として専攻の枠にとらわれないカリキュラムで創作活動の機会を提供し、学生の研究意欲を引き出しています。基礎造形力の習得と幅広い表現力を身につけることを目標に、多くの集中授業科目を開講。金沢市二俣での紙すきなど、数々の特徴ある授業も行っています。また作家や評論家、デザイナー、文化財修復師などを講師に招き、講演形式で行う講義やワークショップも多く開催。さまざまな授業を通じて互いに刺激し合い、自己の可能性を探ることができます。本学はキャンパスライフに欠かすことのできない施設も充実しています。付属図書館は調査研究のための学習支援を視野に、学術情報センターとしての機能を目指し、現在美術工芸、デザイン関係の図書を中心におよそ10万冊を揃えています。一方、気軽に過ごせる空間としても快適な環境が整っていて、大学での居場所を提供しています。